はい、皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。はい、今回の動画はですね、 B レジェンドプレワークアウトについて、お話をしていこうと思います。こちらのプレワークアウトなんですけども、お客様からですね、結局こうどんなサプリメントなのとかですね、どういういい効果があるのかいまいちよくわからないっていうお声をお聞きしますので、今回はですね、このプレワークアウト、こうどんな成分がどんな効果があってどんな人にとってほしいのっていうところをですね、簡単に解説をしていこうと思います。ではまずですね、どんなメリットがあるのかっていうところなんですけども、これはね3つ大きくございます。1つ目が、筋持久力、筋力の向上。2つ目が、疲労感の軽減、これ精神的な疲労感の軽減ですね、というところと、最後3つ目、こちらが、集中力を、強化してくれる、この3つの効果が大きく分けてあります。ではこの3つの効果を踏まえて、どんな方にとってほしいのか、どんな人にこうおすすめなのかっていうところを解説していくんですけども、これ大きく分けて2つのタイプの方におすすめをしたいなと思ってます。1つ目は、筋肉を大きくしたいと思ってトレーニングされている方、ジムでこうトレーニングをされている方ですね。2つ目はスポーツをされているアスリートの方で、こう試合中とかこう練習中のこう後半のパフォーマンスをこうしっかり持続させていきたいよっていう思いのある方に特に取っていただきたいなと考えてます。はい、じゃあなんでこういう人たちに取ってほしいのかっていうところをまず解説をしていくんですけども、こちらですね、プレワークアウトの方に配合している成分の中で、2つですね、特に注目していただきたいサプリメントの成分がございまして、1つ目がベータアラインという成分です。こちらはですね、アミノ酸の一種なんですけども、比較的新しいサプリメントです。2019年の春にサプリメントとして使っていいですよということで認可された成分なんですけども、こちらが筋持久力を上げてくれる効果が期待できます。例えばですね、こうアームカールとかやってて、何回かやってると、ちょっと筋肉痛くなってきたなとか、熱くなってきたなっていう感じ出して上がらなくなってくるっていう経験、皆さんあると思うんです。スポーツやってる時でもこう乳酸が溜まるなんていう言い方をよくするんですけど、こう筋肉のね疲れが溜まって、こう痺れるような、熱くなるような感じがして動かなくなってくるっていう経験があると思うんですけども、こういうのトレーニングの用語でバーンって呼んだりするんですね。焼けつく感覚からですね。でこのバーンが来るのを遅らせる効果がベータアラニンにはあります。なので例えばトレーニング中アームカールで10回しか上がらなかったのが11回12回と上げられるようになってくる。スポーツでもこう例えばここまでしか動けなかったのはもうちょっとこう持続できる、そういう効果が期待できる成分が入ってますので、よりですね、パフォーマンス、練習中のパフォーマンス、トレーニング中のパフォーマンスを強化して、その結果、パフォーマンス向上ですとか、レップ数が伸びるんで筋肥大が望めるということですね。で2つ目の成分がですね、これカフェインの効果になります。カフェインというと、コーヒーに含まれている成分で、よく眠気覚ましとしてね、皆さんご存知の成分かと思うんですけども、サプリメントとしても非常に優秀でですね、カフェインが集中力を強化してくれたりとかですね、筋力を向上させてくれたり、あとは疲労感を軽減させてくれるという効果があります。なのでこうトレーニング中ですね、集中力が最後まで持続すると、で、スポーツをされている方なんかもこうしっかり後半になっても集中力が持つで、やっぱりどうしてもね、運動を続けているとだんだん集中力が切れてきて、なんか疲れてきたな、だるいなっていう感じがあると思うんですけども、そういうのをこう和らげてくれて、しっかり最後まで頑張り抜く力っていうのを強化してくれる成分が入ってますので、ぜひですね、こうスポーツのパフォーマンスを上げていきたいという方、あとはしっかりトレーニングでなるべくこう高いパフォーマンスを発揮してですね、筋肉を大きくしていきたいっていう方、こういった方にプレワークアウトしっかりとっていただきたいなと思います。この動画を見ていただいて、ちょっとプレワークアウトどんなものか
分かって試してみたいなという方いらっしゃいましたら、ぜひご購入の方よろしくお願いいたします。他にもですね、こんなサプリメント解説してほしいよ、どんなものか分からないよっていうのがありましたら、ぜひコメント欄の方にですね、どしどし書き込んでいただければ解説をしていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。